皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。コナミより1988年12月16日に、ファミコン用ソフトとして発売されたシューティングゲーム。アーケードで人気を博したシューティングゲーム、グラディウスに、GOFER の、野望、にオリジナル要素を、加えて移植された作品。美麗なグラフィックと重厚感のある豪華なサウンドは健在。パワーアップアイテムを選択して、搭載でき、ステージの多彩さも相まった高い戦略性を、味わうことができる。ストーリー。今から2年前、惑星グラディウスは突如として、現れたバクテリアンからの攻撃にさらされていた。苦戦を強いられていたグラディウス軍は、最後の手段として超時空戦闘機ビッグバイパーの発進を決意した。敵の新ただ中に飛び込んだビッグバイパーは壮絶な死闘の、末、バクテリアンの中枢、要塞ゼロスを壊滅しグラディウスに、勝利をもたらした。そして今、バクテリアンの猛威は再び惑星グラディウスを襲った。新たなる敵、特殊部隊ゴーファーの攻撃が始まったのだ。グラディウス軍は直ちに指令を出した。ビッグバイパー、発進せよ。特徴、評価点。FC の限界に迫るほどの美麗なグラフィックと、音楽。AC でも登場したボスキャラの、再現度も高い。フォートレス、2面、ヘビーブロー、3面前半、デッドエンド、3面後半、幽霊のようなもの、最終面、など、追加曲はいずれも名曲揃い。またエンディングで流れる曲、フェアウェル、は、AC 版よりも少し長めで、ファンの間では FC 氏の名曲の一つとして語られ、むしろ AC 版よりも FC 版の方が良いというファンも多い。しかも信じがたいことに、これらの楽曲は音源チップ等の助けを一切借りず FC の内部音源だけで演奏されている。コナミ系ナミクラブの真骨頂ここにあり、である。本作のビッグコアのテーマなどを聞くと、グラディウスと同じ音源で演奏されているとは思えないほどである。これは本作に搭載された VRC4 チップに、後の VRC67 などのように、独自音源チップが搭載されている、という誤解から生じたもので、VRC4 には独自音源は搭載されていない。さらにパワーアップ時の音声まで、非常にクリアな声で再現している。さすがに容量的に基本の6種類だけではあるが、武器装備だけとはいえ、一言喋るだけでもゲームの空気は一気に引き締まるようになった。家庭版で気軽に、密装の魅力を味わうことができる。ステージ数は AC の全8面から7面へと減少しているが、ステージ3は AC 版の4面と3面を連結し後半をアレンジしたステージであったり、後半の要塞ステージの途中に AC 版6面の高速スクロール地帯が挿入されるなど、AC 版の全ステージのギミックはほぼカットされることなく移植されている。要塞面途中の高速地帯のみならず、1面の人工太陽面や、最終面に、サラ、ジェ、の、3面や1面を踏襲した部分を、後半に追加したり、一部面の破壊負荷ギミックが、破壊できるようになっていたりなどのアレンジも、光る。ボスラッシュも、総数は減ったものの迫力は十分。
具体的にはガウト・イントルーダーが登場せず、代わりにビッグアイ、サラ、ジェ、のゼロス・フォースが追加されている。その上で FC 半限定のオリジナルステージ AC 版にいない追加ボスも存在する。具体的に2面の真のボスとしてサラ、ジェに登場したギーガが登場している。全体的な難易度は AC 版よりも落とされており、回数無限のコンティニューも追加されたので非常に遊びやすくなった。かといってぬるすぎるわけでもなく、敵の裁き方などのシリーズのセオリーを熟知しなければ手こずる難易度には仕上がっている。どのステージでゲームオーバーになっても復活は可能な調整がされており、復活の醍醐味を味わうことができる。グラディウスシリーズの入門にももってこいの作品となっている。また驚くことにボスを含めて敵キャラの大きさ、アニメーションも AC 版をほぼ再現している。動きが遅かったり弾の数が少なくなっていたりと弱体化しているが、クリスタルコア、テトラン、カバードコア、クラブ等、ファミコンとは思えないほど忠実に再現されたボスキャラは必見。FC 版1ではビッグコアがマザーぐらいのサイズに縮められており不評だったが、本作のビッグコアは AC と遜色のないサイズと動きを実現している。ラスボスのゴーファーの弱点は血管ではなく目に変光、光から泡を吐き出すようになった。またバクテリアン語で喋っているので何と言っているのかはわからないと攻略本で解説された言葉を喋る演出もしっかり移植。本作ではパワーアップ時の音声をスロー再生したものであり、限られた容量を最大限に活用したギミックでもある。過去の FC 版ではできなかったオプション4つ装備が本作でようやく実現。 FC の性能では難しかった同時多数の表示問題をスプライト調整によって解決している。また4つ装備した状態でもう一度装備すると数十秒間オプションが磁気の周囲を回転するローリングオプションが発動する。張り付かないと上を攻撃できない2番装備にとっては有効な攻撃手段となりうる。ローリングオプションはグラディウスに MSX の頃からオプションバリア名義で登場していたが、本作で同名義が定着した結果、以降の作品でもゴーファーの野望エピソードに MSX、グラディウス3 SFC やグラディウス5 PS2 でも採用されたことから、レギュラー装備の一つとしてシリーズにたびたび登場することになった。オプションハンターも登場しないため、オプションを4つ気兼ねなく使えるようになった。シールド、前方のみのバリアが削除。前作サラダ FC 同様のフォースフィールド、全方向バリアに統一され、耐久力が5発分までに強化された。FC 版1では移植できなかった上下にスクロールするステージも登場。特にモアイステージでは怒りモードに行ったモアイや振り向くアニメーションも再現されており、前作のモアイステージと比較しても非常に完成度が高くなっている。問題点、高水準のグラフィックやオプション4つの反動からか、やはりちらつきが多い。それすらさまつな問題だが、徹底した破壊ゲー、高耐久力ゲーゆえ、レーザー、スプレッドボムと攻撃力の高い装備の揃った2番装備が事実上1号状態となっている。モアイがやたら硬いのもこのゲームの特徴で、2番装備をもってしても破壊は容易でない。さすがに不評だったため、以後のシリーズのモアイはいずれも耐久力が低めになっている。また FC 半サラジャにあったリップルレーザーが飛型塔に接触すると消えてしまうという症状が解消されていないため、3、4番装備は AC 版よりも弱体化。
高火力至上主義ゲームということもあり、リップルを選ぶメリットが微妙。敵弾の当たり判定が大きめ。内部解析により、磁気の弾の判定と混同しているバグと判明している。FC 版の新曲が好評であった一方で、AC 版で評価の高かった曲、合成生命体、クリスタルワールド、最大スピード等の不採用を惜しむファンも少なくない。ボス BGM の割り当てが AC 版と異なっている。演出としては異様を聞くものではあるが、AC 半通りにして欲しかったという声も。コナミコマンドは本作にも実装されているが、フルパワーアップではなく、残機が30機になるというもの。戻り復活であることに加えて、ゲームオーバー時のコンティニューが、無限、中間地点ではなく、ステージの最初に戻される。なので、残機が大量にあってもありがたくないという声が、多かった。中間地点からの復活よりも、空中戦からやり直せるコンティニューの方が、カプセルが大量に手に入るので、装備を整えやすく、残機が多いことはかえって、足かせになっている。総評。FC という制約の多いハードへの、回移植でも、AC に、負けない様な良い作品にしよう、という意地が、感じられる、コナミコガネ時代の真髄と言える名アレンジ移植。余談。2面の BGM が GB 版、ネメシス、の、ステージ2にアレンジ収録された。その後、3面前半と最終面の、BGM もイーウェア、グラディウス、リバース、で、アレンジ収録されている。AC 版には登場したものの、FC 版ではカットされてしまったビッグコア MK2 が、FC 版、頑張れゴエモン2に、ボスとしてゲスト出演している。今作にお呼びがかからなかったところを、カラクリシロノトのようにスカウトされたという設定、頑張れゴエモン2の、攻略本より、タイトル画面で1コントローラーの AB ボタンを押しながらスタートボタンを押すとサウンドテストモードに、いる。というだけなら、ただの裏技だが、大技林などの今作の、ランでは上記のコナミコマンドは紹介されてても、こちらは紹介されないことが、多い。というのも、本作についてくる説明書にこのコマンドが、記載されていたためで、中古ショップで説明書の、ナイラソフトを購入した人間の、中には、後年になるまでこのモードがあることに、気づかなかったものも少なからずいた。本作の開発は AC 版の、マスターアップよりも先に開始されており、一時期はコナミ社内で並行して、開発作業が進められていた。このため、デバッグ等で双方のスタッフが、交流することも多かったが、本作を主流した AC 版の、スタッフは、これは間違いなく、グラーイアイだ、と太鼓判を、押したという。ファミリーコンピュータマガジン、通称、ファミマガ、の、1989年4号、2月17日号、ではタイトル画面で、下上上右左右左 ABAB、とまるで、コナミコマンドの逆のようなコマンドを、入力するとオプションが、二つまでしか付けられなくなる嘘テクが、掲載された。上記の通りやり方、試し方、も、簡単なのに正解率は歴代ワースト2の、12% と低く、また嘘テクは後にも先も、見た目が派手だったりネタまと面白さは、抜群なのが多い中、普通に、オプションを二つ付けた状態で、オプション欄が空欄になっているだけ、という地味なものになっておりネタ的な面白さもないという地味臭いもので、いろんな意味で変わり種な嘘テクであった。概要、アーケード、グラディウスに、ゴーファーの、野望、のファミリーコンピュータ無形色作品。ではあるものの FC のスペックでは AC の、忠実移植は不可能なため、オリジナル色の強い作品である。なお、FC 版ではサブタイトルが、外されている。ちなみにタイトルが限りなく、似ている MSX 版、グラディウスに、とは、別物なので注意。コナミ GB コレクション、ボリューム3、では、ネメシス2、が、グラディウス2、に解体されているが、これも別物でさらにややこしい。
ゲーマーの意見。ドン、ワルドラド、意見。当時のファミコンソフトとしては、グラフィックがかなり良かったです。発売日がクリスマスに近かったのですが、その時小学生だった私は、同じ年に出た、スーパーマリオさんの方が、欲しかったため、兄も同じ、発売してすぐには購入せず、購入したのがそれから1年半経ってからでした。初代、グラディウス、や、サラ、ジェ、ではできなかったオプション4つ付けができ、さらに派そのオプションが回転するというのに、感動した記憶があります。4種類のパワーアップシステムがあり、すぐに全部の装備で1周クリアすることができましたが、そのシステムのおかげで長く、楽しめました。最近、ゲームショップで売っているのを、見かけてすぐ購入し、または待っております。しかし、完成度の高いゲームだとつくづく、思う。メテオ。意見。このゲーム、なんといってもそのグラフィックの、良さにつきます。何がすごいって当時のファミコンでここまで表現できるということに感動しました。今の高性能なゲーム機ではなく、8ビットのファミコンで工夫を重ねて作られた最高のゲームだというのが本当に印象に残っています。こういう作り手の頑張りが伝わってくるゲームが当時は多かったですね。グラフィックだけではなく、音楽、難易度、操作性、すべてをとって完成度の高いゲームでした。それにしても面白い反面、全然クリアできなかった。結局頑張ってエンディングを見られたのが、ゲームを購入してから3年後のことでした。エンディングでビッグバイパーの後ろ姿を見れた時は嬉しかったな、TCC。意見。アーケード版とは別物な、何とも紛らわしいゲームだったが、良い点、演出は、オープニングや中間デモとか、結構挿入されていて、発売当時、としては力を入れていた方だったと、思います。音楽もサウンドクリエイティブチップが、使用されていたのが特徴的、だったけど、ノリが良くて外れは皆無でしたね。ゲーム自体は、他のコナミシューティングゲームシリーズ同様、地形や、障害物が剣らしかったり、弾幕攻撃が激しかったりと、ボスとの戦いよりも、彼らに会うまでの道中が、大変だったけど、パワーアップゲージの使いようで、ある程度カバーすることはできましたね。ミサイルは、画面下の、しつこく、弾を撃ってくる雑魚キャラの、撃破などに便利だったし、レーザーも威力が高くかつ攻撃範囲が、広くて重宝しました。本作ではこうしたパワーアップ、ゲージを強化することもできたのが、目玉だったと言えたけど、難しいながらも、爽快感はありましたね。悪い点、強い手挙げるとすれば、他メーカーの某ゲームでも見られたけど、ボーナスステージなのにミスを、すると、残り機数が減ってしまうこと、ですかね。何のためのボーナス、総合評価、それでも、さすがにグラフィックは今から見たらチープなのは、否めないけど、普通によく作り込まれたゲームだったというのが、第一感想でしたね。現在も名を色あせないシューティングゲームの、名作かと。評価は、とても良い、よりの、良い、で。消しゴム、意見。MSX と共に埋もれてしまった、グラディウス、この作品を一言で言うと、こうなります。最初のボスを倒すと手に入る真上に、レーザーを撃つアップレーザー、2、のスプレッドボムにそっくりなナパームミサイル、使う機会が少ない上に、使い勝手が悪いファイアーブラスター等、装備の使い勝手の良い悪いの、差が、激しい。その上、神殿の柱を壊すと天井が、落ちる塔の仕掛けが張り巡らされた神殿や、植物塔をモチーフにしたステージ塔、作品自体は、MSX というハードに、詰め込めるだけ詰め込み、メーカーの当時の定番 SCC 音源による BGM を、使う手抜きが一切ない作りが、光りました。ただ、ギトギトしたグラフィック、スクロール機能がないため画面の流れが滑らかではないと、ハードの性能が足を引っ張っていたことは否めませんでした。634、意見。ゲーム性については言うまでもないのですが、ある条件を満たすことで、レーザーなどもパワーアップしていくという要素もありました。しかし、その内容は単純明快と言えるようなものではなく、アーケード版や、
それに準じた内容に近いファミコン版のそれに、比べれば、MSX 版は、さして良好なイメージはなく、画像は荒く、玉彩色すぎて、アーケードやファミコンにやり慣れてしまえば、違和感を感じる内容でした。ボスキャラも1作目はビッグコアの、他には細胞核と脳みそという3種類だけだったのですが、サラ、ジェ、から1ステージに、月、一体のボスが、という具合に変更されていきました。本作もそれに放った内容ではあるのですが、どれもボスはビッグコアタイプばかりなので、ボスデザインの単調さもあまり面白味がなかったです。そういった意味では MSX 版はアーケードや、ファミコンにやり慣れるとあまり好きに離れなかったし、バランスもそれほど良好だったイメージは、ありません。しかし、本作は後の色々なシリーズに、少なからず影響を与えたのも、事実で、出たな、ツインビー、や、グラディウス4、スペースマンボー、などのアユーシューティング、そして、本作の後に、パロディウス、が、誕生したわけなのだし、後にパロディウスのシリーズが、成長シリーズを食ってしまうほどの、活躍とヒットを見せ、いろいろと注目されたことを、思えば、本作が作られた事実と、意義は極めて大きいと言えるでしょう。そして、次期のメタリオンとは実は、グラディウスの舞台の星系宇宙から取っているタイトル、グラディウスに、参照、なので、そういった意味では本作はいろいろな点で、グラディウスファンに注目される要素が、満載だったと言えるでしょう。ゲーム性自体はそれほどシンプルだったアーケード版と、に比べれば、あまり良好だったイメージはないのですが、それでも後のシリーズの発展と、貢献したことには変わりがないし、コナミが当時、MSX にも力を入れていたということがわかるのだし、そういう部分でも本作は当時の、コナミに本当にパワーがあったことを意味していたと思います。そういう部分とシリーズ貢献に、果たした部分を考えれば、良作であることに変わりはないでしょう。